ホークはイギリスのルーツグループのハンバーで製造されていた大型の直列4気筒エンジンを搭載するサルーンである。ホークは第二次世界大戦後に発売された最初のハンバー車であったが全く新規のモデルではなく多くの部分を戦前のヒルマン14を元にしていた。1930年代初期にヒルマン12に 搭載された頃まで遡ることができる 1944cc のサイドバルブ直列4気筒エンジンでフロアシフトの4速マニュアルトランスミッションを介して固定車軸式の後輪を駆動したサンルーフが標準の4ドアに6ライトのボディは独立したフレーム状に取り付けられていたサスペンションは前輪が横利いたバネを用いた独立喧嘩 後輪が板ネに釣られた固定車軸であった。1947年9月からのマーク2はごく、目立たないフェースリフトが施されたが、最も大きな変更点はコラムシフトになったことであった。最高速度は約65マイルパーアワーに達した。フォークマーク3は1948年10月のロンドンモーターショーで、 初披露された全くの新型車であったが、前モデルのエンジンとトランスミッションを引き継いでいた。新しくなったボディは、ローイスタジオの作で、前モデルで独立式だったヘッドライトとフェンダーは消え去っていた。シャーシは一新され、サスペンションは前輪がコイルスプリングを用いた独立喧嘩、後輪はハイポイドギアを使用した新設計のものに変更されていた。ボディ色は、 ツートーンやメタリック塗装を含む幅広い色を注文することができた。このメタリック塗装は、ホークの末期の1967年末、1968年、初めまで全てのホークで提供された。1950年に以前と同様のアルミニウム製、シリンダーヘッドを持つ 2267CC エンジンを搭載した、マーク4が登場した。 この車は15インチ系のホイールを履いていた。2267cc のマーク4は1951年に、イギリスの自動車雑誌、モーター誌によりテストされ、最高速度71.4マイルパーアワー、060マイルパーアワーを30秒、24.2マイル、映画論の燃料消費率を記録した。テストされた車は税込みで850ポンドであった。 1952年のマーク V は、機械機構には変更点はなかったが顔周りに新たな化粧が施され、ラグジュリーツーリングリムジンというモデルが追加された。低められたボンネットとオーバーライダー付きの側面まで回り込んだバンパーにより、マーク4と識別することができた。マーク6の主な変更点は、エンジンのシリンダーヘッドがオフ化されたことであった。 ボディ後部に若干変更が加えられたことで全長が長くなっていた。1955年にはフォールドダウン式テールゲートを持つエステート版が追加された。1956年4月に主に内装に変更が加えられたマイナーチェンジ版のマークビアが登場し、モデルにデラックスが追加された。オーバードライブ付きのマーク6エステートが1956年に イギリスの自動車雑誌、モーター誌によりテストされ、最高速度79.7マイルパーアワー、060マイルパーアワーを25.2秒、22.8マイル、映画論の燃料消費率を記録した。テストされた車は税込みで1405ポンドであった。1957年のホークは、1958年のハンバースーパースナイプと共用することになる完全に、 新規のモノコック構造ボディとなった。これは当時のイギリス国内で製造されたサルーンエステートの中では最大サイズのボディであった。ディストリビューターの取り付け方とその他細々した部分に改良が加えられた 2267CC エンジンは前モデルから継承したものでボルグワーナー製 d g 型オートマチックトランスミッションを選択できるようにもなった。 ルーツグループ内のデザインスタジオの作であるスタイリングは前モデルよりも広いガラス面積を持ち側面まで回り込んだラップアラウンドフロントスクリーンは1955年モデルのシボレーを思い起こさせるものであったエステート版は下側が下方に開き上側が髪型に開く上下に分割式のテールゲートを備えていた燃料給油口の蓋は 右側テールライトの裏側に隠されていた。モデルライフ期間中に幾度かの改良が加えられ、新しいシリーズ名が与えられた。1959年のシリーズ 1A はギア比が変更され、内装も多少変えられた。1960年10月に発売されたシリーズ2は前輪側が倍力装置付きディスクブレーキとなったが、国内市場では AT のオプションが外された。1962年9月のシリーズ3は燃料タンクが大型化され、後部窓も拡大された。輸出用モデルからも AT オプションが外された。さらに顕著な変更が加えられたのは1964年10月に登場したシリーズ4であった。屋根は平坦になり、後部窓が小さくなりやっとドアの後ろに、 側窓が追加された。変速機の一段目にシンクロメッシュ機構が付けられ、後輪サスペンションにはアンチロールバーが追加された。ホークシリーズ4平面な後部窓を持つ、ホークシリーズ41965年の最後のシリーズワイバには AT のオプションが再設定され、今回の AT はボルグワーナー35型であった。シリーズ車の中には、 標準のコラムシフトレバーをフロアシフトに変更しているものもある。これらは後で所有者がオリジナルのメーカーオプションと同じように改造したもので、これに必要な部品は同時期にルーツグループが生産していたコマー、キャリアのウォークスルーバンや小型トラックに使用されていた。オプションの AT を装備していた車はすべてコラムシフト車のみであった。 オーバードライブのついていないシリーズ I が1957年に、イギリスの自動車雑誌、モーター誌によりテストされ、最高速度83.9マイルパーアワー、060マイルパーアワーを19.7秒、22.5マイル、映画論の燃料消費率を記録した。テストされた車は421ポンドの税込みで1261ポンドであった。 1967年3月にルーツはスーパースナイプ、インペリアルと共にハンバーホークの生産を中止することを発表した。この発表では自社製品内の大型乗用車の地位はオーストラリアから輸入するクライスラーバリアントで埋めると発表されたが、その後イギリスの自動車市場にバリアントが溢れ返ったという証拠はない。ホークの生産終了後のルーツは もはや大型ファミリーカーを供給する国産メーカーという立場を失い大量生産者を提供する分野へと集中することとなった。特にこのサイズの大収容量のステーションワゴン、エステート車を製品に持つイギリスのメーカーは数少なかったため、ハンバー・ホークキア後のイギリスの大型エステート車市場は1968年3月に登場した。 ボルボ145とその後継者により急速にとって変わられた。ありがとうございます。